時計塔、ザイトガロカンチャームゾロトゥルンは、スイスの都市、ゾロトゥルン州の州都、ゾロトゥルン地区の唯一の自治体である。ゾロトゥルンは、アーレ川沿いにあり、ジュラ山脈のふもとにある。ケルト人の定住地が14年から37年頃、ローマ皇帝クラウディウスにより解明され、サロドゥルムの名で、ローマの要塞となっていった。南東からライン川へ接近する。 戦略上の用地であった。中世、低重地は、ローマ時代の要塞遺跡周辺に成長し、聖ゾロトゥルンのウルズスへ捧げられた聖ウルズス聖堂の、ある、巡礼地であった。1127年、町は、聖林元家が獲得し、その光栄の絶えた1218年に、帝国自由都市となった。 1295年にベルンと同盟した後、スイス連邦の一部となった。1382年、ハプスブルク軍がゾロトゥルンを攻撃し、死は全パッハの戦いに巻き込まれた。2年後の条約によって、ハプスブルク家は死の領有を宣言した。15世紀には、近隣の領土を加え拡大し、大まかに現在のゾロトゥルン州と同じ大きさとなった。 1481年、スイス連邦の完全な構成史となった。1530年から1792年の間、フランスの中スイス大使がゾロトゥルンに駐在した。1817年10月15日、ポーランドの国民的英雄、タデウシュ・コシュシコは、ゾロトゥルンで死に、地元の墓地に埋葬された。1828年、ゾロトゥルンには、 バーゼル市教座が置かれた。ゾロトゥルーンは、スイス最大のバロック様式の都市と呼ばれる。旧市街は1530年から1792年に、かけ建設され、イタリア、フランスの影響、スイスの観念が組み合わされた、建築様式を見せている。1980年、ゾロトゥルーンは、建築遺産の保護と発展への取り組みを評価され、バッカー賞を獲得した。 ゾロトゥルン州は、スイス連邦に加盟した11番目の関東である。ゾロトゥルン市内には11の教会と礼拝堂があり、11の歴史ある噴水と11の塔がある。聖ウルズス聖堂には11の祭壇と11の鐘があり、聖堂正面の階段の段数は、平均11段である。地元のビール醸造所は、11を意味する、スイスドイツ語でアウフィーと言い,い。 同名のビールを製造している。ありがとうございます。